ゃくちゃ綺麗なスタジアムですよ、ここ王子の森スタジアム。はい、だって匂いもなんかまだ新しいというかね、イメージだったらなんか汗の匂いがみたいな感じがするんですけど、しないですよ。ミキアンがいないんですよね、スタジアム、ね、球場の中。ミキアン、キャッチボールしてますよ。ミキアン、もう何でもやるって聞いたけど、今ミキアンのボールをキャッチしてくれたこの方がここのスタジアムのことを何でも知ってる方です。お話聞いていきます。ここの会場では愛媛国体青年男子ソフトボールが行われます。というわけでお話聞いていきましょうね。自己紹介お願いします。はい、八幡浜市愛媛国体推進室の山本です。よろしくお願いします。お願いします。山本さん、相当綺麗じゃないですか。そうですね、まだ1年ちょっとしか経ってませんので、まだ新しいですね。新しいですよね。でもいろんな方がこう試合したんだろうなという、ね、形跡があるんですけど、やっぱこう市民の方がたくさんこう試合とかされてるんですか。そうですね、毎晩のようにナイターリーグが開催されておりますので、はい、市内のソフトボール愛好家の方にはすごく馴染みのある球場となっています。それむちゃくちゃ市民の方とか嬉しいですよね、ソフトボールファンがしたら。そうですね、これ試合したい人はたくさんいると思います。はい、なるほど。大きな変更点としましては、ホームベースの位置がもともと今のレフトの位置にあったんですが、はいはいはい、全く逆の、はい、後ろの位置になりました。はい、真逆になったってことですよね。はい、そうです。それかなりの大きなリニューアルですよね。はい、だからそのピッチャー今まで風を考えていたけど、またそれ新しくね、それも作戦にのうちの一つにして。そうですね、はい、なるほどね。でフェンスとか低いですけど、はい、野球と比べますとだいぶ低くなっておりまして、1.2 メートルぐらいと聞いております。はい、だいたいソフトボールではその高さが普通。はい、そうです。なるほど。はい、まあソフトボールと思いのほかホームランがバンバン出るじゃないですか。そうですね、特に青年男子の競技になりますと、うんうん、豪快な柵越えのホームランがたくさん見れると思いますので。ね、そうですよね。で僕ね、今日このスタジアムに入った瞬間に広いなと思ったんですけど、はい、この両翼っていうのはどれぐらいですか。はい、76.2 メートルですね。 76.2 メートル、はい、これは一つの基準なんですか。そうです、国際基準となっております。はい、なるほど。国体の基準も満たしているし、国際基準も満たしている。はい、そうです。じゃあその国体を一つ起点にこれからいろんな大会が行われていくっていう。はい、そうです、ね、ことですね。そうですね、常設の観客席が250席用意されておりまして、はいはいはい、国体の開催時には一塁側と三塁側にですね、うん、仮設の観覧席を設置するように考えております。なるほど。だから普段以上にこう、ね、いろんな方が注目されますもんね。はい、たくさんの人に来てほしいと思っています。ね、なるほどね。まあ、そういった変更点がたくさんあるんですね。本当にその見た瞬間に天然芝だし綺麗な場所ですんでね、はい、安心して見に来てくださいね。非常に試合も見やすいです。山本さん、今日グローブ持たれてますけど、はい、普段からソフトボールやれてるんですか。あ、そうですね、ソフトボール好きで。あ、そうなんですね。はい、でその国体でももちろん関わっていく。そうです、ってことですね。はい、どうですか山本さんから見てそのソフトボールの魅力というのは。そうですね、今回行われる青年男子の魅力としましては、うん、やはりピッチャーのスピードボールと打球の速さだと思っております。まだ見たことない方は本当びっくりしますよ。ピッチャー球速いですよね。速いですね。はい、であれ打つバッターもすごくないですか。はい、ピッチャーの球は速いんですけども、それを簡単に打ち返してしまうパワーっていうのが魅力です ね、はい、そうですよね。いやもう本当愛媛国体間もなく開催されるわけなんですが、山本さん、この番組で、ね、そんな国体を楽しみにしている方々がたくさん見ていらっしゃるんですね。皆さんへメッセージお願いします。はい、ぜひ日本トップレベルのプレーをぜひ見に来てください。選手に負けないぐらいの熱いおもてなしで、八幡浜市スタッフ一同お待ちしております。よろしくお願いします。さあ、というわけでお話は山本さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。